パート6です。大正天皇が大隈と山形の間に立って苦労していた、そんな姿が見えてきました。それと同時にストレスもかかり、脳の病気にかかったという先生のお話です。もう1910年代の終わり、寺内内閣の後に原内閣と思うのですが、原内閣の時にはもう執務は取れなかったんでしょうか。お願いいたします。ですね、まず、1916年の6月に大隈重信内閣が総辞職。で、はこい。の後、寺内正岳内閣が、組閣するんですけはど、い。この時にですね、その大隈が、後任の首相に加藤高明を推薦するみたいな余計なことを言って辞めてるんですよ。で、ところが大正天皇はですね、この時は元老の山形に、要は、後任の首相を選んでほしいと、いうような話があり、で、山形たちが寺内正岳を推薦し、で、寺内正岳が、いわゆる組閣をするという一応流れになります。で、その寺内正岳内閣の時に、有名な米騒動が発生します。1918年の夏です。大正天皇はですね、日光田母沢の御用邸で静養中だったんですけれども、すぐにですね、皇室財産から、お金を300万円ですね。当時の金額で300万円ですから、現在だと多分60億相当になると思われるんですけども、これを拠出して、要はっていう。で、これはですね、よくあることなんですよ。ところがですね、お金だけ出して静養を続けたって言って批判を受けるんです。それはなんかちょっと言っちゃいけないような気がしますけどね。で、確かにけど、その静養を続けたことがやっぱりこれ問題だっていうことで、急いで東京に戻っています。だから、ここら辺もですね、何をやってんだよ、側近はって話なんですよ、やっぱり。もうすぐに戻んなきゃダメですよ、やっぱり、それはね。もちろん、批判する方は批判する方で、お金もらっときないからそれ言うのかよっていう話はあるんですけど。で、この後ですね、1918年の年末に、風邪を患いまして、で、これがですね、3月まで長引くんですけど、で、この3月まで長引く、つまり1919年の3月まで長引いて、で、その1919年の、10月、海軍特別大演習。これは、直後は軍令部長が代読しています。で、それから11月、今度陸軍特別大演習。これには参加してるんですけども、これが最後の公式行事への参加です。で、帝国議会の開会式が1919年の12月に行われて、で、この開会式の時にですね、当然天皇として直後を朗読しなきゃいけない。例えば開会を宣言するとか、そういうイベントには出席しなければいけないんですけども、これは側近の記録で残ってるんですけども、直後朗読の練習を行ったんだけれども、この練習がうまくいかないために、結局この開会式にも欠席という。だ直から後もうおのそ朗らく読こが。こら辺から、もう体調の悪化がはっきりしてきたんだろうと、いうことですね。で、ちなみに、この体調の悪化に関しては、1920年の3月に体調が悪いですということが宮内省から一応発表になっています。朗読ができないってことなんですね、練習したけど。そう。で、これは、本人も多分わからないんですよ。要は。だから、あれ、なんかうまくいかないなとかっていう程度で終わったりするじゃないですか。で、なんか疲れてるのかなとかってやっぱり思ってそういうふうにこう過ごすじゃないですか。だから、これ原武さんはですね、大正天皇本人は自身の病状を認識してなくて、だから体調は良かったんだっていうふうに言ってるんですけど、これは原武さんのやっぱ資料の読み方にちょっと問題があるかなというところで、体調が悪かったことは間違いないだろうと、いうことで、この間の行事に関しては、貞明皇后、それから皇太子の裕仁親王が代行するという形を取るようになります。ちょうど40歳ぐらいですね、大正天皇は。そうです、そうです。で、昭和天皇も18、19ぐらいになられてる感じですよね。そうです。で、大正天皇の体調がこの頃から悪かったことを示すもう一つの要因がですね、もう一つの理由として挙げられるのが、この20年から21年、翌年にかけて起こった、宮中某重大事件です。昭和天皇と、そうですね。具体的には皇太子裕仁の皇太子妃内定取り消しをめぐる問題。これを一般に宮中某重大事件ですね。
で、これは夢ラジオさんと昭和天皇の対談をさせていただいたときに、もうすでに丁寧に喋ってますので、まあ、そちらの方をご覧になってください。そちらの方でかなり丁寧に喋ってますけれど、この宮中某重大事件は、最終的にですね、当時首相だった立憲政友会の原敬、これの差配で、まあ、内定の取り消しはしないと。で、これにはまあ当然皇太子裕仁本人のまあ強い意向っていうのがまあ影響してるわけですけれど、いや、本来この問題で主導権を発揮しなければいけないのは天皇家家長である大正天皇なんですよ。ところが、その大正天皇がですね、こう主導権を発揮した形跡は全くないんです。ちょうど伏見宮幸子さんの時に明治天皇がこういろいろ気遣ってたように、大正天皇もなんかいろいろやんなきゃいけない、ご発言しなきゃいけないんだけど、その形跡がほとんどない。ということは、おそらく、体調の悪化が、まあ、要は関われないほどだったんだろうということなんですよね。つまり息子の嫁取りどうしようかというときに、父親が何にも言ってないという、そういうことですよね、まあ言えば。そうなんですよ。で、このだから1900、そのな、なんだろうな、その19年の、もうやっぱ夏頃に、こう、面会した人が、7月にですけど、少々ご趣旨不明の点あれどもって、これ、記録書いてたりするんですよ。これ、ちなみに原敬なんですけど、書いてるのは。これ、原敬日記にあるんです。僕も、原文読んだことありますけど。だじゃあ、から、言ってることはよくわかんないってことでしょうか。そう、ちょっとおっしゃってることの意味がわからない部分があったという。で、それが、なんていうんですか、わかる部分もあるけど、わからない部分があるってことは、これ、病気じゃないですか、もう明らかに。だから、これは、脳の病気。で、大正天皇は、そのご遺体を医師が解剖してとかっていうことは当然できないので、その病名までははっきりはしないんだろうけども、まあ、この、いろんな、こう、なんですかね、医者の方の、例えばその大正天皇のその行動とかを見ると、こんな病気なんじゃないかみたいな推測っていうのは当然出てくるんですけど、これは精神病ではない。脳の病気であるっていうことは、揃ってみんな、やっぱり言ってますんで、まあ、多分その脳の病気で、おそらくは、まあ、その若い頃に髄膜炎を患った。脳の周りにある髄膜っていうのは炎症を起こすっていうことの、まあ、後遺症。まあ、後遺症というか、ある程度その、まあ、やっぱり炎症が残るらしいんですよ。現代だったらその薬で完治するみたいなんですけど、そうじゃないかったっていうのと、まあ、その天皇に即位してからの、やっぱりストレスですかね。天皇の生活って一応記録がいろいろ残ってるんですけど、朝の6時に起きて、まあ、夜12時に寝るっていう生活なんで、やっぱこれ結構、現代人としてもシビアだと思うんですよね。睡眠時間6時間ぐらいしかないっていう。で、しかもその大正天皇が虚弱体質だってことを考えると、だからそこら辺ももうちょっと柔軟に対応できたんじゃないのかなって個人的には思うんですけどね。まあだからそういう考え方がない時代ですから、まあそういうことは、まあね、言ってもせんなきことなのかもしれませんけれども。すると、もうこの頃でしょうか、後の昭和天皇が摂政として、もう代わりの執務を取られるっていうのは。そうですね。だからもうその1921年に、まあその宮中某重大事件というのはこれ2月に最終的に解決するっていう形になるんですけど、その解決を受けて3月から裕仁親王ですね、皇太子裕仁親王が欧州訪問。で、ちなみにこの欧州訪問は、まあ本人の強い意向もありますし、それから首相原敬などのこう懸案だ、提言だっていうのもあるんですけど、原敬が提言した一つの背景としては、摂政に就任していただく前に、まあ、広く見聞を広めていただこうと。で、それはもうどういうことかって言ったら、もうやっぱり大正天皇の体調の悪化っていうものが、まあ、要は如実になっているっていうことの裏返しと、まあ、いうふうに考えていいだろうということですね。ちなみに、原が、すでに1920年の6月、当時内大臣だった松方正義から、陛下の代わりに摂政を置いてはどうかというような話を、原が松方からされてますので、おそらく政界上層部では、陛下の体調が悪いということに関する、ある程度の共通見解はあったんだろうと、まあいうふうに思われます。で、そして実際、摂政宮が外遊からお帰りになってからは、で、摂政になられてというわけですので、もう大正というのは引退みたいな形でしょうか、20年代は。そうですね。1921年の3月に欧州訪問に出発して、皇太子が帰ってくるのはこれ9月ってことになるんですけども、その間、21年7月に、大正天皇塩原御用邸に静養に行った際に、突然暴れ出したり、でそれから、風呂とか階段を怖がったりとかというような、
まあ、そういう症状が出てることは、これは侍従とかの記録で残ってますので、まあ、おそらく体調の悪化が、まあ、進んでいる。それから、前年の出来事であるとか、まあ、その身近な人物について忘れるといった、まあ、いわゆる記憶喪失の状態にもなっているんですね。そのことはもういろんな記録で明らかになってるんですけど、っていうことから、彼がというのは、裕仁親王が21年9月に帰国すると、10月に大正天皇の病状が深刻であり、公務ができなくなっているということが発表されて、で、当時、宮内大臣が牧野信秋なんですけど、この牧野信秋から皇族に対して、摂政を置かなければいけないような状態ですということについての根回しも行われ。で、11月の22日。まあ、この直前に原敬が首相を暗殺されているので、牧野、宮内大臣と松方内大臣が大正天皇に拝謁し、摂政設置に関する報告と了解を求めるように、ちなみにこれは大正天皇ご本人にお会いになってるんですけども、お二人の、まあそのお二人のというのは松方と牧野ですけれども、大正天皇はおそらく意味をご理解していないだろうと、まあいう、まあつまりもう意思疎通が困難な状況だった。その直後11月25日、皇室会議と枢密院で摂政設置に関して決議が行われて、皇太子、裕仁親王が大正天皇に代わって摂政に就任し、あ、代わって執務を行う。つまり摂政に就任するという形になります。これが、大正、1921年ですから、大正10年ですね、これ。そうですね。大正大10正年10です。年はの、い。まあ、もう11月年の末です。末、はい。年末ってことですね。原がちょうど殺された時期なんですよ、実は。そうですよね。まあ、ただこの摂政設置にアウトラインを作ったのは原です。それぐらい原敬の当時影響力が大きいということさっきなのんで。1920年の頃には、もうその話が出てたってことですよそう。ね。で、けどその原が最終的に、まあ21年に、じゃあもうそういう感じで行こうってなったのは、おそらくその、まあなんていうのかな、言い方良くないけど、まあこの病状じゃしょうがないよねっていう見解が、おそらく政界上層部の間に、まあなんていうんですかね、こう共通認識としてあったということですよね。だから原の独断でやったわけではもちろんないんですよね、これはないでね。す。だからその押し込めっていうような言い方も、やっぱり原さんのその言い方はちょっと成り立たないかなという。原武さんのそのね、まあ本で書かれてることは成り立たないかなということで。で、あとまあその有名な話としては、その11月の25日ですね、その摂政にまあその就任するんで、結局その大正天皇が、まあその例えば御旨ですよね。もう例えばそのサインをして印鑑を押すとかっていう時の、その印判をですね、まあ要は摂政が使いますから、当然、大正天皇の元から、まあ、持ってこなきゃいけないんですけども、それを、こう、まあ、要は、大正天皇が渡すのを拒んだという、これ非常に有名な話がある。まあ、最終的には、これ結局、侍従が、まあ、言い方よくないですけど、取り上げるという形で、摂政のもとにその印判を移動しますし、12月には、自分は別に体は悪くないだろうっていうようなことを侍従に言ったっていう記録も残っていて、だから、ここら辺の、まあ、脳病っていうのが多分、その、日によってね、多分体調が、これ、まあ、ちょっと個人的な話なんですけど、私もね、身内にそういう人がちょっといるんです。実は髄膜炎を患った人がいるんですけど、やっぱり、その、日によって、体調のいい日もあれば、まあ、そうじゃなくて、感情の起伏が激しい日っていうのも結構あったりするんで、これは多分、その体調の波によるものだというふうに考えるのが妥当かなというふうに、個人的には思います。で、その俺はどこも、自分はどこも悪くないんだっていうふうにおっしゃったとこだけ切り取ったら、大正天皇丈夫じゃんかというふうに、まあそうです、そ一次資料から取ったらそうなるっていう、うです。そう。そういうことですだね。からその一次資料から取ったっていうことで体調がいい問題ないんだっていう言い方は、いや、それはちょっと大正天皇体調がいいと言いたいために意図的に資料を切り取ってませんかっていう話にやっぱなるんで。で、ちなみにこの後もですね、基本的に、夏は玉沢の御用邸ですね。で、まあ他の季節は沼津と葉山の御用邸で、まあもう長期療養して、まあもうなんか、なんていうんですか、体調が悪くならないようにって感じなんだけど、散歩はやってます。日課として。で、それからなんか具合のいい日はビリヤードとかもやってたみたいなんで。だからそれをもって本当に、なんていうんですかね、体調に問題がなかったかっていうと、なんか周りのやっぱ側近の言うこととか聞いてると、まあだんだんやっぱその体調は悪くなってることは間違いないので、心の病だったらビリヤードなんかできるわけないので、そそうので意味す。においても心の病じゃなさそうだってことですね。まあ、医学の専門家の見解だと、
何らかの原因によって脳細胞の崩壊が進行する疾患なんだろう。で、まあ、その医学の専門家は、これは、じゃあ、その病名の特定は解剖しないとわからないと。で、で、こ解の剖は方、行われてないんですよ行ね。われてないです。行うはずもないので。はい。いや、だって、昭和天皇が癌の時に手術するのですら、いろいろこうね、議論があったっていうことですから、もうこの時代にね、そんなね、陛下の体切り刻むなんてことは、まあ、あってはならないことだっていう考え方は一般的ですんで。まあ、ですから、この摂政就任をもって、大正天皇はもう事実上の引退と、まあ、いうふうに考えていていいだろうと、まあ、いうことですね。で、亡くなられるのは、じゃあ、1926 6年ですかね。年。はい。だから、約5年間。で、この間も、まあ、公式行事に、まあ、参加することはなく、例えば、1924年1月に、裕仁親王が、婚礼の式を挙げていて、まあ、宴席も行われてますけれども、まあ、お父さんである大正天皇は、これ参加してません。はい。で、それから、1925年が、銀婚式ですね。まあ、結婚25年っていうことになりますけれども、非公式な祝賀を受けてはいますけれども、その晩餐会には、まあ、主賓である彼自身が参加はしてないと。で、この24年の年末からですね、まあ、脳貧血を起こすっていうことが、こう、たびたび起こるようになりまして、まあ、その脳貧血で、まあ、倒れますんで、で、やっぱそうすると危ないですから、で、そうなると、この頃から、まあ、基本的にはもう車椅子で、まあ、移動するなんていう機会も増えるようになりますが、余計な話ですけれども、JR 山手線の原宿駅に、ホームが2つあるのをご存知ありですまか？す。ありますよね。で、あれの、今は、使うようになったんですけど、昔その使ってなかった方のホームっていうのは、あれは、皇室実は専用ホームで、あれは大正天皇がですね、療養のために、葉山御用邸に向かう際に使うっていうことで作られたものなんです。要は何でかっていうと、その車椅子で移動されるので、まあ、車椅子で移動されるという様子をやっぱり見せるのはっていう、まあそういう時代的な考え方ですね。に基づいて、まあ作られたものです。まあちなみにその大正天皇が使ったのは1回しかないんですけど、はい。1回しか使わなかったそのプラットフォームがずっと今まであるってことですそういうか。こと、そういうことです。はい。あれ、なんであんのかなとかよく思ってましそう、た。そうなんですよ。あれはそういうことですね。はい。で、まあ、葉山だとやっぱりある程度体調はいいみたいなんですね。まあ、やっぱりその虚弱体質っていうのがやっぱ大きいんだろうというふうに思うんですけども、1926年10月末からもう高熱の状態が続き、最終的には12月の25日ですか。ですね。これの午前1時25分、肺炎が原因で心臓麻痺がこう直接の原因になりますけれども、病気で亡くなるということで、陛下に関しては、崩さんという数え方をします。まあ、我々でいう享年ですが、47ですね。はい。まあ、ほっとしたんでじゃないでしょうか。で、まあ、最後は、実母である柳原成子も駆けつけて、まあ、これは貞明皇后の強い子だったようだけれども、まあ、要は、一応、こう、公式には、明治天皇の皇后である昭憲皇后の息子っていう、で、本人もそういうふうに、教えられてたみたいなんですけど。で、まあ、ある程度年齢が上がってから実はっていう話があったみたいですけど、まあ、この成子さん長生きしますから、晩年、要は大正天皇の崩御よりも、まあ、実は同室して立ち会っている。でもこれはもう貞明皇后の強い子で、必ず呼んできなさいということで。だから最後、亡くなるのを看取ったのは、その貞明皇后と、まあ、お子さんたちと、まあ、その柳原、成子の、まあ、っていうことになりますね。はい。なんか、途中頑張られた、そういう時代もあるけれど、やっぱりいろいろ、引き裂かれた、そんな、ご生涯やったんかなっていう気がしました。まあ、虚弱体質が、もう彼の一生を、まあ、左右したということで、まあ、だから、何度か言ったんですけども、多分天皇の息子でなければ、ここまで長生きすることもおそらくなかったんだろうと、まあ、いうことですよね。で、その虚弱体質の方に、まあ、要は、君主との、いう重責を負わせるような、まあ、システムになっていたということと、で、そこまではじゃあ変えられないとして、じゃあその重責を担うにあたって、まあ当然やっぱ不安視はする声はいろんな方面からあったわけだから。で、そうすると、なんか対応できたことが、まあ周りのものとしてあったんじゃないかというところですよね。だから、そこで、まあ言論をはじめ、
まあ、大山巌なんかにかなり強い口調で言いましたけれども、何をやってるんだと、まあ、いうことですよね。だから、山形有朋なんか苦言は呈する。で、苦言呈するだけじゃなくてっていうことですよね。だ事実、伊藤博文が98年に彼が首相になったときに、いや、このままじゃ教育まずいだろうと。で、やっぱり本人に合わせてこうやっていかなきゃいけないだろうって言って、好転したという例があるわけだから、やっぱりそれに倣うべきだったんじゃないかなというふうに思うし、だから個人的なやっぱ見解で言うと、伊藤博文が大正天皇の治世に生存してなかったことは、彼にとっては大きな不幸だったかな。まあ、その大正天皇にとっては大きなマイナスだったかなというところはあります。やっぱり伊藤亡き時代に大隈や山形が大正天皇を、真ん中にしていろいろ引っ張りっこし合うとか、その以前に桂が大正天皇を就任したばっかりなのに政治利用しようとするとか、やっぱり政治家もちょっとだんだんと伊藤がなきゃと劣化し始めていますね。で、まあ、やっぱり桂太郎ってことで言うと、これ原因作ったのが山形有朋ですから、やっぱり山形有朋の罪は大きいですよね。大正天皇を考えるときに、この山形有朋っていう存在が、まあ、彼に大きなマイナスをもたらしたことは間違いない。で、桂太郎も、まあ、結局自分がね、次の世代を担うんだっていう、彼は自負のある、まあ、そういう人物ですから、まあ自分がそういう状況になるためには、まあ陛下も利用しなきゃいけないというふうに考えたっていうことなんだけれども、まあそこら辺がやっぱり、なんていうんですかね、大正天皇にとっては、まあ運が悪かったとしか言いようがないのかなっていうところはあります。先生、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。